皆様こんにちは。本日はですね、まあ久しぶりにこちらやってますか、こちらまあこんな寒いのにもかかわらず皆様洗車に励んでおられますのでね、どうぞもうコロナウイルスね、怖いでございますんでね、インフルエンザともどもお気をつけいただきたいと思いますが、まあ昨日作ったね、この加湿器加湿器ってこんなもんか加湿器かみたいなこと言われますが、いや実はですね、この加湿器非常にですね優秀で、このね上の方からこのわずか5センチのねショップタオルのところからね、いい具合にね湿度をね保ってくれる水分が出るんですね。こんな感じにね、車の中乗ってますと下側はですね、だんだんとあの暖房とかの熱で温まってですね、こういう風になるんですが、ここにやっぱりあの口がある関係でですね、じわ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 ね蒸発していくという感じなんですね。あの電装品にですね影響を与えたり、窓が曇っちゃったりとか、そんなレベルの湿度ではないんですが、これが微妙にですねいいんですよ。でね、あのバチバチバチってくるやつあるじゃないですか、あれがね防げるんですよ、これマジで。一度ねこれお試しください。あの特にファブリックのねシートとかだと降りるときに結構ビリってきたりするじゃないですか、冬場ね。あれがですね防げますよ、これちょっとねテストしてくださいよ皆さんね。まあこの湿潤がですね微妙にいい感じで、このわずか5センチぐらいのねショップタオルのところから水分が補給されますんでね、ぜひお試しください。でまあこんなねもうカラッカラに乾いてしまった状態ですとですね、もうちょっとでも雨降ると雨の分量に対して砂の量が多すぎるんですよね、これね。もうこんなブチブチでございます。でまあ皆様のところからですね、まあご質問がねまあ多数参っておりますので、まあそれに対してですね久々にご質問コーナーやってみたいと思いますが、まずはこちらでございますね。まあ GT、 もう GT のご質問が結構あるんでございますけども、まあどんなところから攻めていこうかな、どうしましょうね。まずねまあこういう風になった時に綺麗にしたいんだというのは皆さんはね当たり前ですが、でこの GT はですね何のために作ったかというと、もちろんこのね再三再四申しておりますが、砂、この砂にですねいかにね、まあこの砂のね力、砂のところから起こるね傷をいかに防ぐかっていうのがまず開発ポイントになってるんですよ。なのでこうかけていただくとね分かると思いますが、こうベターっとすぐにですね染みていきますでしょ、これが重要なんですね。このビターっと染みることによって、この小麦粉がですね砂をくるんでくれる、で中に入っているシリコンも砂に対してですねすごくねがっちり染み込んでいって、でなおかつ滑りも良くなるから砂がねこうパッとね取れるという感じなんですよ。なのでもう砂をまずはねなんとか処理していかないとダメだから、コーティングしてたって何してたって砂を思いっきりねこう紙やすり状態で掴んでしまうと危ないんですね。なのでまずはこの GT をかけていただいてですね、でこの GT の特徴はとにかく砂に対して親和性がものすごく高いので、こうかけただけでこうベターといくわけですね。これがプロテクトになるぞということでご紹介したわけですね。でこれコーティング車両に使えますかと、あのご質問が結構あるんですね。でこんなね GT ぐらいでね逆にね取れちゃうようなコーティングじゃないから小麦粉とシリコンですよこれ。でなおかつちょっとうっすらとねつなぎで入ってるねわずか1滴2滴の中性洗剤、そんなんでねコーティング取れちゃったら意味なしませんからなので全然コーティングの車両でもお使いいただけますよ。これこんなんでね取れたら逆に問題ですからね、そういうねコーティング車両にもうまくね使っていただけるような形でやってありますんでね、一度ね
本当ちっちゃな面積でいいですからテストしていただくとね、安全に砂が取れるぞという感じで使えますんでね、ぜひねお試しください。この合わすときにショップタオルというのがあった方がやっぱりねこの GT はすごく合いますんで、まあ最近ですねよく製品なんか買うとね、この製品はこのタオルで拭いていただくと機能が 100% 発揮できますというようなうだい文句で、あのおまけでついてるケースがあるじゃないですか。あれと同じですよ。 GT はですねショップタオルと合わせていただくと安全にですね拭くことができますんで、まあその辺をねあのお考えいただくといいですね。一回ね使っていただくと分かりますんで、でこいつがねなかなかね手に入らないとかって言われる方が結構いるんですよ。ショップタオルね、ホームセンでもまだ置いてないとこ多いのかもしれませんね。なのでまあ一回ねどっかで手に入れていただいてテストでね使っていただくとよーくねあの分かると思いますね。砂噛んだ時にこのショップタオル非常にですね吸着力も強いし、でめり込むんですよショップタオルの方に。一回こうやってさっと拭くだけで砂がねこちらの方に移ってきますんで、まあ一度ねあのやっぱり傷でお困りの方はですねこの GT とショップタオルのセットをお使いいただくとねいいと思いますね。当然ながらあの洗車機にそのままねおかけになる方も多いと思いますが、今の時期はね特に洗車機はねこの砂が乗った状態だとちょっとやっぱり厳しい面もあるんですね。やっぱり叩いてる関係で、まあ、洗車機自体はですね効果的な防御策としていろいろと柔らかいねウレタンみたいなものを使ってこうバタバタバタってボディ叩くんですが、このね砂がある時にはやっぱり限界点が出るんではないかという私は気がしておりますので、まあとりあえずですねこの GT で軽くですね仮拭きっていう言い方ありますかね、仮拭き仮拭きでこうやってですねちょっとね GT なんでねすぐ台所で作れますから 500cc あればね車1台できるんですよ。なのでもう軽くですね GT をかけて拭き取るという感じにしてから洗車機に入れていただいた方がねいいかもしれませんね。より確実です。それで洗車機の方でもシャンプーとかいろいろ機能あるじゃないですか。でそういう機能も含めてやっぱりよりその性能を発揮してもらうには、ここまでね汚れがついてるやつがね入ってくるとなかなか 100% の対話は無理だと思いますんで、まあ、とにかくねゆっくりゆっくりこうやって拭いてください。でねこの大きな砂粒っていうのは水で洗っただけで流れてくるやつも確かにあるんですよ。ところがですねその後に潜んでいる細かいやつっていうのがすごくね問題になるんですね。 GT で磨くとこの大きい粒ももちろんそうですが細かいやつもね補足できるんですね、こういう風にね。なのでここがもう GT のね最大のアドバンテージなんですよ、ね、大きい砂粒っていうのは目で見えてるから、まあ、取れたからなんとなく安心するじゃないですか、あの水洗車だけでね。ところがその下に潜んでいる細かいパウダー状の砂っていうのは非常に厄介でございますんで、そいつが要は皆さんが5年後に傷だらけになってる原因を作ってる、まあ大元と言った方がいいですかね。で水なんかでストレートでやってもねなかなかこの細かいところまでは補足できませんので、こうかけてですね GT をでさーっとですね軽く拭う、これでショップタオルの方に全てね移ってまいりますんでね、まあこの時期はですね特にこの細心の注意を払っていただいた方がいいですね。これがね不思議なんですよ。普通水かけただけでは取れませんでしょ。だけどこの GT はですね補足力が強いんですよ。補足力がこれはもう皆さんねやっていただいて体験済みのお話でございますのでね、もううなずいていただけると思っておりますが、この補足力がどこで生まれてるかって言えばやっぱり小麦粉なんですよ。小麦粉の粒はあの前回ですねお話ししたシリコンのね入った
魚車駅ね、あちらをご紹介したじゃないですか。ああいう話と同じで、砂の粒の高さと同じような大きさに小麦粉が入っていってくれて、高さが揃うんですよ。で、砂がゴロッと動いても、今度は GT の中に入っているシリコンがですね、プロテクトしてますので、で小麦粉はですね、そのレベリングとそれから砂を捕獲するための粘着力があるわけですね。でショップタオルの吸収力と合わさってうまく取れるようになるというのがメカニズムでございますね。なので、まあ、GT がありさえすれば、要はこういうシチュエーションはとにかく安全に処理できるぞというふうに覚えておいていただくとね、いいと思いますんで。どうですか、こうやってもうさっと拭くだけ、手のひらに力をねかけずにねやってください。あの当然ながらですね、腕がもともと重たいとかね、骨がしっかりされてる方っていうのは、こう洗車するときに手にね、一般の方よりもものすごく自然な形でね、あの力が入るケースがあるんですよ。なので、もしね、こういうあの作業で傷がつくっていう方がいらしたら、あのご自身のね、手の重みとかそういうこともちょっと意識していただいて、こうショップタオルをですね、さーっとね、撫でるだけでこんな砂はね、取れていきますんで、嘘って擦らなきゃダメなんじゃないのっていうね、方もいらっしゃるんですが、擦らなくていいんですよ、これ。全然 GT は。もうかけるだけ。かけて、とにかく、この GT の溶液をですね、こう砂にね、染み込ませていただくと。で、それで、もうさーっと撫でるだけ。強く押さなくていいんです。強く。全然押す必要ない。で、砂なんか全部ね、取れていきます。で、なるべく GT の溶液をですね、たくさんかけるんですよ。たくさんかけて、さーっと。こう拭くだけなんですね。これでね、全部取れちゃうんですよ、これが。だから安全だぞという感じになるんですね。どうですか、これ。さあ、あとこの辺ですかね。で、ザーッと GT で拭いていただくと、もうこれでいいじゃんっていうレベルで仕上がっちゃうんですね。なので、まあここからね、ちょっとね、やっぱりあの残物があるといけないので、水を使ってザーッと拭いていただくのがいいんですね。で、こうパッとね、見ていただくとどうですかね。ここに今、天候源映ってますでしょ。全然傷ないでしょ、これ。まあ、全然ないって言ったら嘘になりますんで。まあ、皆さん気にならない程度。要は手がはっきり映って、顔とかも映るレベルですよ。で、天候源で、そんなにこの天候源が乱れない。傷だらけになってないと。で、こういうね、あの仕上がりが出せるんですよ。GT でやってると。だからこういう風にピカッとした感じになるんですね。このパサートの屋根っていうのはですね、コンディションがめちゃくちゃ悪かったのは皆さんはね見ての通りでございました。で、その屋根がこの程度のですね傷で収まってるっていうのは、もちろんシリコン眼振をさせてから洗車をずっとやってったっていうのもあるんですが、その後にですね、やっぱり GT をですね、ずっと私はあのバックグラウンドでは GT は使ってたのでね、小麦粉洗車をご紹介する前から私はこの GT を使っておりますので、それでね少し仕上げてたっていうのがあるんですよ。なのでやっぱりね、眼振をさせるのに皆様がね相当苦労されたっていうのがありますが、まあそれのね お助けっていう感じでこの GT でご紹介したわけなんですけども、実際はもうあのシリコンのね法則っていうのが分かっていただければ、もう GT だけで十分だっていう場合ももちろんあるわけですよ。なのでその辺はですね、臨機応変にコンディション、ここから気候が厳しくなるぞっていうような時以外はですね、 GT で十分で、ね、簡単にこれぐらいのね輝きっていうのは出していただけますんでね。でなかなかこれだけ綺麗にパッと外が映ってくれると爽快でしょ。こんなことはもう簡単にできますんでね。なので、まあ、あとはね、仕上げの時にね、もうマイクロファイバーをお使いになる方は、シリコンがあんまり取れないレベルのね、マイクロファイバー。私があの、ご紹介したダイソーのやつね、あれなんかが特にいいんですよ。こうね、かなりね、マイクロファイバー自体が密装してるタイプのやつね。まあ、ある意味高級品のやつっていうのは、
よく取れるんだけど取りすぎちゃうんですよ。そこがね問題なんですね。だからシリコンがうまく定着してくるまではあんまり豪華なマイクロファイバーをお使いにならない方がいいですね。ということで、まあこんな感じですね、お話ししながらザーッとですね磨いて、これぐらいの輝きはものの10分で出せますんでね、どうでしょうか。こう嘘偽りなく綺麗でしょ、なかなかでしょ、うん、これぐらいのことはね簡単にできますんでね、皆さんもぜひですね、まあブツブツになりかけてるやつでもこれぐらいいきますんで、まあ、あんまりひどいやつはね溶剤で溶かさないとダメなんですけど、まあ GT でね一回ねコーティング車両も磨いていただければね、こんな風にはなりますんでね、ぜひねお試しください。もうご質問がですね、これはコーティング車両に使えるんですかみたいなね感じでいっぱい来るんで、ああ別にこんなもんで溶けるようなものはコーティングではないので、その心配なさらず、これは本当にボディにも優しい調合にしておりますんでね、ぜひお試しください。ありがとうございました。